ジョン・サーモンズはアメリカ合衆国ペンシルベニア州フィラデルフィア出身のバスケットボール選手。ポジションはシューティングガード。身長198センチメートル、体重94キログラム。相性はバック。マイアミ大学ではスモールフォワードでプレーした。1年目は29試合中12試合に先発出場し、当時のカレッジ界のスター選手だったリチャード・ハミルトンや、 マイケル・レッドラを高ディフェンスで苦しめ注目を集めるようになる。2年目には先発に定着し、3年目には13.3得点6.0リバウンドの成績を残し、チーム内ではリバウンド、アシスト、スティールでトップだった。またビッグ・イースト・カンファレンスのオールサイドチームにも選出された。大学のラストシーズンにはセンター以外のあらゆるポジションでプレーする。 オールラウンド性を発揮。13.1得点6.0リバウンド6.1アシストの成績を残し、また同行発のトリプルダブルも達成。カンファレンスのオールサードチームとスポーツマンシップアワードにも選ばれた。在学中の連続107試合出場は同行の新記録。同行発の3シーズン連続通算50スティール達成、通算1000得点600リバウンド400。 アシスト以上を達成した選手である。サーモンズが在学した4年間、同校は87勝を挙げ、これは他のどの4年間よりも高い数字だった。大学卒業後、2002年の NBA ドラフトでサンアントニオスパーズから1巡目26位指名を受けたが、その後すぐにスピーディ、クラクストンとのトレードに出され、ルーキーシーズンとなった2002から03シーズンを 地元フィラデルフィアのフランチャイズチーム、フィラデルフィアセブンティシクサーズで迎えた。セブンティシクサーズでは4シーズンプレー。ルーキーシーズンからしばらくはまとまった、出場時間を得られなかったが、最後のシーズンとなった05から06シーズンには、平均7.5得点にまで成績を引き上げた。05から06シーズン終了後、制限付き FA となったサーモンズは、サイントレードで、 トロントラプターズ行きが決まっていたが、サーモンズはこれを拒否。その後サーモンズは、サクラメント・キングスと複数年契約を結ぶことに成功する。キングスでは、ポイントガードとして起用される機会も増え、持ち前のオールラウンドな才能を発揮するようになる。12月22日のデンバーナゲッツ戦で21得点11、リバウンド10アシストと、キャリア初のトリプルダブルを達成する。 翌07から08シーズンには主力選手であるマイク・ビビーとケビン・マーティン、ロン・アーティストが相次いで故障で離脱したことでサーモンズは多くの出場時間を得られるようになりこのシーズンは12.5得点4.3リバウンドの成績を残した翌2008から09シーズンはさらに成績を伸ばすがキングスはチームの再編のためにロスターを大きく入れ替え サーモンズもシーズン中にシカゴブルズに放出された。サーモンズは移籍後も好調を維持し、このシーズンは18.3得点4.3リバウンド、3P 成功率は41.7%を記録し、ブルズのプレイオフ出場に大きく貢献している。2010年2月、ハキム・ボリック、ジョー・アレクサンダーとの交換トレードで、ミルウォーキーバックスへ移籍。 マイケルレッドの不祥離脱の穴を埋める活躍を見せ、4年ぶりのプレイオフ進出に貢献した。2011年6月23日、トレードでサクラメントキングスに復帰した。2013年12月3日、大型トレードでトロントラプターズに移籍。シーズンオフにアトランタホークスに放出された後に解雇され、2014年8月26日に、 ニューオーリンズペリカンズと契約したが2015年2月19日に解雇された。ポイントガードからスモールフォワードまでこなせる総合力が高いユーティリティープレイヤーである。得点オプションが豊富でペネトレートからの得点や3ポイントシュートも打てる。ありがとうございます。